私からはですね、今衆議院で予算委員会の審議が行われていますけれども、ちょっと政府の答弁がですね、あまりにも無責任が過ぎるということで、一言述べておきたいと思います。昨日来ですね、子どもの予算倍増をめぐって、岸田総理が、テレビ中継の入った予算委員会で、GDP 比2%今あるんだと、それを4%にするんだという趣旨の、答弁をしたと。ところが、すぐにですね、官房長官がこの、発言を否定するという、何を答弁したのかがわからない事態になっているんですね。で、そもそもこの GDP 比2%っていうのが、子ども関連の予算のうち何を指しているのかもわからないと。で、それをこう倍増で4%と言ったのも撤回すると。もうこれはこの間も指摘をしてきましたけれども、そもそもですね、子ども対策について何をやるのかという策がない、児童手当の所得制限の撤廃ということもやろうとしない、私たちが求めている義務教育の完全無償化、学校給食費含むですね、完全無償化、これもやらない、子どもの医療費の無償化もこれやらない。から高等教育の、授業料、これ半額はすぐにもやらなきゃだめだと、こう求めてもやらないと、その中身を一切示さず、それでも何かやっているかのようなですね、まさにイメージ作りで、答弁がもう全くもってその信頼性を欠く、これが予算委員会の答弁ですかという事態になっています。で、これは子どもに関する問題だけではなくてですね、例えばですけれども、大軍拡をめぐっても、本日衆議院で我が党塩川議員がトマホークの一括購入について、一体それは何発買うのかと、一括というだけでは何発買うのかもわからない、高年度負担ですから、すぐに配備されるわけではないものをですね、一括購入すると、これについてもゼロなんですよ。何の答弁もされないわけですね。この高年度負担の FNS で額だけは出すと、だけど中身は言わない、これが予算委員会の審議なのか、これで大軍拡予算を通すつもりなのかと、このような政府の対応というのは全く認められるものではないということを厳しく指摘しておきたいというふうに思います。私からは以上です。はい、どうぞ。その予算委員会絡みなんですけど、審議のスピードが速くてですね、なかなか、野党のペースにはなってないんですけど、この現状についてはどのような認識でいらっしゃいますでしょうか。中身が大変重大なものですので、従前これぐらいの時間を取って審議したからということではだめだと。に考えます。まして今言ったように大軍拡についてのその中身を聞いても答えない、この大軍拡、敵基地攻撃能力の保有ということが、憲法に照らしてどうなのか、その憲法解釈についてさえ答弁しない、これでですね、時間がこれだけ経ちましたから、採決ですということにはならないでしょう。またこんな予算案は、出し直すしかないというぐらいのものだというふうに考えています。その点を今後ですね、私たちも厳しく追及してまいりますし、ぜひですね、他の野党の皆さんとも力を合わせて、この大軍拡の問題点であるとか、先ほどの子どもの予算もあまりに答弁ひどいですからね、こういう問題も厳しく追及して、中身も含めたですね、予算の追及が厳しく行われていくように努力していきたいと思います。共同通信の渡辺です。関連でこのような総理の答弁のブレっていうのは、これはどこから来る、原因は何だとお考えでしょうか。岸田総理にビジョンがないからではないですか。その子ども施策について倍増とは言うけれど、岸田総理自身のところに何をやりたい、何をやるべきだというビジョンがない、これが最大の問題ではないでしょうか。今あるのはもう大軍拡だけじゃないですかね。それも中身はないですけどね。中身はミサイル爆買いということですが、もうそこだけははっきりしていると。だけど他のことについて、まさにやりたいものがない、ビジョンがないということだというふうに捉えます。
はい、ウクライナ侵攻から1年、ご見解をいただけますでしょうか。はい、とにかく、この戦争が早く終わるように、国際社会が一致団結してですね、ウクライナに対するこの侵略を許さないという立場で一致団結をしてロシアの撤退を求めると、できるだけ早くこの命が奪われる事態を収めていくためにですね、その国際社会の一致団結が本当に求められている時だというふうに捉えています。はい、はい、NHK 矢島です。 LGBT の関係で伺いたいんですけれども、はい、今日の岸田総理が LGBT など支援団体の方々と面会しまして、そのさっき の総理大臣秘書官の差別的な発言を陳謝するとともに、その多様性が尊重される社会の実現に向けて努力していくということを伝えたようです。また森雅子総理大臣補佐官を LGBT 担当に据えることも説明されたということですけれども、こうした政府の対応について受け止めあればお願いいたします。岸田総理がその当事者団体の方々ということですね、いや支援している方々との懇談の中で努力をしていくというふうに約束をしたということは、やはりその最低限でも超党派で一旦議論がまとまっている法案については、理解増進法については、これはもう早くに成立をさせていくし、そこにとどまらず皆さんが求めているのは差別されない社会で多様性のある社会というふうに総理も言われたのであればですね、やっぱり同性婚をどうやって実現していくのか、同性婚を実現していくという方向性も示すべきではないのかなというふうに考えますね。はい、森さんを総理大臣補佐官を LGBT 担当にしたということについてはいかがですかね。担当の大臣ですか。で、担当、党の中の担当にしたということですか。政府の役職だと思うんですけど、政府の中の秘書官としての担当にしたと、はい、補佐官ですね、総理大臣補佐官、はい、でそういう担当を作ったのであればね、いかに日本が国際社会からも立ち遅れているかということをしっかり見てほしいし、当事者の皆さんが何を求めているのか、そこをごまかさずにその要望、差別されないという、ね、当たり前のその要望に答える具体の施策をやはり政府の責任として示すべきだというふうに考えます。はい、はい、で、すみません、共同通信の方です。はい、NHK 党のガーシー議員に関してなんですけども、懲罰案を21日に委員会で採決する方針です。野党内からですね、除名やむなしという声も出ていますが、共産党さんのこの、方針がありましたら教えてください。これも懲罰委員会で議論することですので、この場で私はコメントは控えようというふうに思います。はい、よろしいですか。はい、よろしいですか。はい、はい、